百州武道具店の動画。前回の続き、手と足が合わない虎之助虎太郎は言いました。よし、決めた。わしは手と足を合わせる修行に入る。もうこれ以上こんな辛い思いはしたくない。うわ、これうんま、もううんま、最高。うひょう、マックのチーズバーガーいける。お、ハッピーセット、お猿のジョージやんけ。一番好きなやつや。この猫で一丁遊んでやるか。おいおい、なんでこっち来るんや。おら来い。猫がライオンに勝てるか。しゃらくさいわ。また負けた。同じ猫かなのに。おお、やっぱり戦いの後のビールは最高や。くー、うわ、これおいしい。うえうわ、なんだこれ、めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。素振りなんてやってられんわ。うおー、やっぱりなんだかんだで一番うまいよな、おにぎりが。ほほー、 YouTube のこのおっさんの言うことなかなか勉強になるな。いい歌な、あはは、この一杯のためにやってるんだよな。で、できん、全くできん。手と足が全然合わん。なぜじゃこんなに頑張ってるのに。こんにちは、百州武道具店の上です。やってますか。おー、今日はですね、前回の引き続き手と足が合わないっていう話になります。これの2本目になります。1本目見てない人は1本目まず見てください。今回の2本目は手と足が合わないのをどうやって合わせるかっていう練習方法を紹介するビデオになります。剣道にはいろんな練習方法があります。いろんな素振りの仕方があります。先生によってもみんな言うことが違います。だけど手と足を合わせたいのが目的だったら違うことやってても意味がないです。手と足を合わせるための練習をやらないといけない。そのための練習、素振りを今日は2つご紹介します。じゃあ早速手と足を合わせるための練習方法、素振りを紹介していきたいんだけど、その前にちょっと見ていただきたい素振りの方法があるんです。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、8、いかがでした？この素振りやってる人多くないですか？僕もやってましたよ。これ先生に教えてもらったって人も多いと思います。全然問題ない。これはこれで正しい素振りの仕方だけど、ちょっと目的が違うんですよ。これは初心者、始めたばっかりの子に竹刀を大きくまっすぐ肩を使って触れてるかっていうのを勉強するためにやる素振りなんですよ。ただ今回の動画の目的は手と足を合わせるってことなんですよね。それには手で振った、当たった、打った時に右足がドンと着地をする、この右足の着地と竹刀のこう振り下ろしが一緒にならないといけないんだよね。これは前の動画でやったよね。そのために今の素振りだとちょっとね、致命的にやっぱり難しいところがあって、それは振りかぶった時に足がついちゃってんの。右足が着地してるの。本当だったら振り下ろす時に着地したいのに、振り上がった時に右足が着地したってる。振りかぶった時に足がついてます。その後打つ。振りかぶった時に足がつく。振りかぶった時に足が着地。振りかぶった時に足が着地。振りかぶった時に足が着地。その後打つ。いかがでした？スローで見るとやっぱり振りかぶった時に足が着地してるでしょ。これまさに1本目のビデオでやったこういう打ち、これの練習をしてるのと同じなんですよ。じゃあこのね、手と足と合わない素振り、振りかぶった時に足がついちゃう素振り、これはこれで正しいんだよ。だけど手と足と合わせたいって今思ってる人がこの素振りを1万回例えばね練習したとしましょう。そしたらどうなるか、悪くなるんですよ。悪くなる、下手になっちゃう。これが大問題。じゃあ早速手と足を合わせるための素振りの仕方をお教えします。これね、めちゃくちゃ簡単だから、難しく考えなくていい。めちゃくちゃ簡単。もう言ってることが分からなかったらもうそういうなんか理屈はもう無視して、体でやり方を覚えた方が早いかもしれないです。振り下ろす時に右足を一緒にドンと着地する、こういう素振りの仕方、これ見てください。ここから足は大きく、手は下ろす。そんなに難しくないでしょ。そんなに難しくない、むしろ簡単でしょ。ここまで振りかぶらなくていいから、重たい竹刀を。ここまででいいから、ここまで、ここから右足を出すときに足も一緒にドンと、下ろすときに足も一緒に出すと。この素振りがうまくいく理由、手と足が合うようになる理由っていうのはもうね、
振り下ろすときに右足を出して着地させる、右足とこの手を合わせるっていうことだけに集中してるからなんですよ。これだけをやる練習なのね。それで勘のいい人だったら気がついてるかもしれないんだけど、前のビデオ、1本目のビデオでお話しした手と足が合わない4つの理由を覚えてる？1番目は振りかぶり、手が2拍子になってる、1、2になってる、1、2。2番目が振りかぶりが大きすぎる、ここまで振りかぶってる。3番目が足が小さすぎる。4番目は力が入ってる、力が入ってる。この4つが実はこの上段から振り下ろしだけ、上段から振り下ろしだけ、ここだけに集中すると、この4つがね、全部解消されてるんですよ。全部だよ。例えば原因の1番目の手が2拍子になってるっていうんだったら、ここの上段から振り落とすだけ、これに足を合わせるだけだったら2拍子になりようがないじゃない。最初から振りかぶってんだから、ここでストップ、ここでストップ、ここからストン、ここから1。それで振りかぶりが大きすぎるっていう原因の2番目、これもここまで振りかぶらないじゃない。もうここまでなんだから、最初がここなんだから、最初ここでストップ、ここからストン、これでいいの、これでいいの。そして3番目、足の動きが小さい、これは手の動きに合わせて足を大きく出す練習、最初はね、足を大きく出す練習。そして4番目は力が入ってるっていうんだけど、この竹刀を振りかぶって振り下ろすのはすごく力がいるのだけど、ここ上段の位置から落とすだけだったらそんなに力がないの。竹刀の重さもあるから、落とすだけだから、ここでストップ、ここからストン、ここからストン、これでいいです。これでとにかく今は振り下ろしと右足の出す、この着地、これが一緒になることだけをまずは練習しましょう。上段、上段、上段、上段。次の素振りはちょっと難しいよ、ちょっと難しいけど、ぜひ強くなりたい、やる気ある人だけ聞いてください。これができるようになるとめちゃくちゃ強くなります。それが何かというと、一挙動の素振りって言います。じゃあまずちょっと見てください。あれ、これが一挙動の素振りっていうの？じゃあこの動画の最初でやった手と足が合わない二挙動の素振りと一緒じゃない？違うんです。よく見てください。じゃあ二挙動いきますね。これが二挙動の素振りです。1、2、1、2、1、2、1、2。違い分かった？ほんと難しいよね。まずこの二挙動の素振りっていうのは1、2、1、2、これに足が1、2、1、2ってついてくるに対して、一挙動の打ちっていうのはどういうかとかっていうと、ちょっと聞いてて、これ難しいよ。まず足があります。まず足があって、足を大きく右足出して左足引きつける、これは同じなんだけど、この右足出して引きつけるまで、この間に手の上下を入れるんです。いくよ。右足出して左足を引きつける、この間に上下を入れる。だから必ず一つのポイントとしては、右足から先に動くんです。右足から先に動く、そして手も上下が入って、最後引きつけるときにアウト、こういう素振りなんですよね。足を出て引きつけるまでの間に手の上下を入れる。一挙動の素振りの練習の仕方なんですけど、最初竹刀なんていらないです。もう手を叩くだけで大丈夫。手を叩くだけ、構えていくよ。右足からスーッと出してポン、下がるときスーッと出してポン、右足スーッと出してポン、スーッと出してポン、これで OK、 もう十分。次は軽いもの、軽いもの、片手で使えるもの。これだと一拍1拍子で打てるから、1、2にならないからね。いくよ、こっから構えて、右足スーッポッ、後ろ下がるよ。左足スーッポッ、右足手を動かさないよ、スーッポッ、後ろスーッポッ。
これでいいです。これでいいの。もしかしたらね、今ね、みんな頭の中こんがらがってるかもしれない。こんな難しい素振りできないよ。え、何？手は動かさないで足から動かして一挙動の素振り？こんなの先生習ってないし、誰もやってないよ。今は全然できなくてもいいです。もうゆっくりゆっくり、あ、こういうのもあるんだなーっていうぐらいで大丈夫です。っていうのはね、みんな最初の一本目の素振り、この上段から手と足を合わせて、ドンっていうの。こっから、ドン手と足と合わせるできたよね。この先には、みんなが将来上手になる頃には、後からやった一挙動の素振り、足から出る、手は後、構えて、足から出て手が後、っていう、こういう打ちが待ってるんです。これができるようになったら、すごく強くなるわけ。っていうのは、剣道の動きっていうのは、みんな手じゃなくて、足から動くからなんですよ。剣道の動き、みんなそうよ。仕掛け技、応じ技、相手を引き出す、みんな手じゃなくて、足から動く技。その時のための練習なんですよ、今が。だから分からなくて当然いいんです。全然いいです。でもやる気のある子、できるようになったらめちゃくちゃ強くなりますよ。これができるようになると、一挙動の素振りなんかできたらすごいからね。今日はこういったところで、またいつかお会いできる日を。ありがとうございました。バイバイ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。